18日ですの夜です、練習が終わっての帰りになります。でね、今日はねもう全然人混みがなってないんですけど、昨日の、水曜日の、試合のね感想を話していきたいと思います。でまあ後でこの後すぐにね多分今日中に多分家かな、わかんないけどそこで、今日の、ね、話も進みますけど、とりあえず昨日のことは、試合のことなので、ね、話していきたいと思います。昨日はね、トレホンっていう、3位のチームの試合がありまして、結果から言うと、0対2負け、前半に1失点44分かな、で後半も、44分かな、44分からノスタイムかな、ノスタイムに失点したっていう感じです。まあ、非常にもったいない失点の仕方をしてしまったかなとは思っていて、でなんだろうな、めちゃめちゃこう引っかかるところは、まあ、見てて、まあ、2個目のプレーがない、1個プレイした後にその後続かないとか、出して止まってるとかも当たり前の処方中の処方なんだけど、そういうプレーが正直目立ったかなとは思います。まあ理由としては単純にもう、水曜日の試合で日曜日試合やったメンバーをベースに出てるから、で今怪我人、まあ、俺も含めて怪我人が非常に多いから、そのやりくりがすごい難しい、ターンオーバー使えないからこんな感じの状況でやってたから、まあ、ベースのメンバーがいないと、で、まあ、そういうのもあるし疲れてたかなとは思います。ただその中でも強度の部分では相手の方が高かったし、まあ、ちょっともったいない試合かなとは見てて思いました。で確かにね相手も早かったし、ただそこで自分たちがこうボール回避の部分だったり、ね、まあ、逃げていく部分だったりっていうのはもっと頭を使ってポジショニングちゃんと取れば防げたと思うし、まあ、ちゃんと回避できたと思うから、それはまあ単純に反省点だと思うし、まあ、ただ今週の日曜日にも、アトレティコとの試合がありますので、そこでね彼らがベストの状況でプレーしてもらえたらなとは思いますね。まあ自分自身はもう今も出れないし、今日は週末に向けての PCR テストがねある日なんだけど、まあ俺はもう受けないかったから、受けないってことはもうないよってことだよね。はい、なんでないです。もうしょうがないですね。で切り替えて、まあ、結構ハムの状況もいいので、まあちょっと他人事に見えてしまってるけど、自分のチームの結果がね、まあでもしょうがないかなと思いますし、はい、と思います。まあ悔しいよね、なんか歯がゆいっていうのはすごくあるから、なんかね少しでもいい方向に転がっていければなと思うけど、そんな簡単にうまくいくのもサッカーじゃないので、そういうこともね込みのサッカーなので、まあ難しいけど、まあ一人ずつぼっちもやっていくしかないかなと思ってます。